スマホのお金が浮いたからサンドバッグを買いました。料金ずっとギューパー、 J-COM モバイルルンルンルン。学割も失礼します。吉高さん入られます。吉高さんでーす。お願いします。で、監督の神谷さん、はい、お願いします。カメラマンの川田さん、はい、桜井さん、そんな全然上手である必要は全くないんで、はい、全くボクシング経験とかないけど、ただリモートで体がなまってたから買ったっていうだけの、うんうん、そのぐらいの役でいいです。いっぱい試してあるまた行かます。はい、お願いします。はい、じゃあ行きます。はい、じゃあ本番行きます ちょっとこう嬉しい感じの一発があるって感じです。はい。キューパー。ありがとう。カット。はい。素晴らしい。完璧なタイムじゃん。料金がずっと980円。はい。そうね。ずっと980円。でもそれかまあ使いがのもんだけだから、もう頭から見てて、ちょっとこう、うん、そういう感じで料金がずっとその方がやりやすいですね。うん、そうしましょう。そっちの方が簡単で。はい、じゃあ本番いきます。本番、はい、スタンバイ、本番、またはい、よーい、スタート。料金がずーっと980円。ありがとう、買った、はい、もう素晴らしいじゃないですか。カメラ目線で始めます。本番、はい、よーい、いいね、このスタート、うん、料金がずーっと980円。ありがとう、買った、恥ずかしかった。すんごいびしゃびしゃなんだよね、 T シャツとして。めっちゃその時にもアニメは最初から乗りっぱなしにしちゃって、あんまりバーッとくるとか忘れちゃえば。じゃあこれで撮影以上になります。お疲れ様でした。グラフィックとかいろいろなんかありますので、ウェブのやつ、そうですね、ウェブもあります。チームが違うんです。あ、そうなんですよ。あ、そうなんです。すいません、これで最後なんで僕らは逆、うちらが、うちらが終了になる。そうですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。嬉しいっていう気持ちがまずありまして、でいろんな絵コンテとか楽しそうな演出がいっぱいあって、これはどうなるか楽しみだなってワクワクしながら今日の撮影をしていまして、たくさんの方に J-COM モバイルというものを知っていただきたいなと思いますので、一緒にこう楽しみながら やらせていただきたいなと思います。すごくテンポ感が良くて、あ、CM 自体もそういう雰囲気が出てるんじゃないかなと思っていて、出来上がりがすごく楽しみです。ボクシングをやってキュッパーっていうところとか、すごいキャッチーだなっていう描写があったりとかするので、そういう多分すごくシンプルな内容になっているとは思うので、皆さん見ていただけたら分かると思うんですけど、分かりやすいっていうかダイレクトに伝わる CM になっているんじゃないかなって思います。いや、してないですね、正直言うと。なので今日やっててすごい朝からじわじわ汗が
帰ってきて、あなんか久しぶりに動かすと楽しいなっていう気持ちにはなりましたけど、この女性も多分こういう器具がいっぱい散らばってるんですけど、すぐ飽きちゃう性格なのか、そのキャラクターと似てるかなっていうふうに思いながらやってました。そうですね、浮いたらやっぱり食べ物がすごく興味あるので、美味しいものを食べに行こうとか、なんか買って帰ろうとか、普段買わないようなものとかを買ってみたりとかするんじゃないでしょうか。ジャンクフードが結構好きなんですよね、茶色い食べ物みたいなの。なんかそういうのデパ地下でいっぱい買いなさって味比べっていうか、そういうのもしても楽しいかなとは思ってました。撮影が早く終わって、ロケではロケのお弁当だったはずが早く終わったので、違うあったかいご飯を食べに行けた瞬間とかですかね。本当にって思いました。本当にこの980円で今まで通りの通信というかコミュニケーションが取れるようになるのと思うと、すごい時代が来たなと思うし、この料金がずっと続くのはものすごくお得だと思いますし、いろんな方にこう興味を持ってもらいたいなって思いました。